それね、あと、もう一個はあるんですけど、はい、よくね、僕もチャンネル、桜林じゃなくてチャンネル桜の方で、はい、飯田あの康之さんと原田豊さんと僕で、なんで、こうあの防衛費増やさないんだと。そうですね、それ倉山充も言ってますよ、それは。そういう議論を展開したんですよ。どうしてかというと、公共、授業中心派の人たち、その時同席した人たちは、はい、そういったことを言わないんですよ。で、僕たちはそっちの方が効果があると思いますね。例えば、その期限付きの自衛官だって一時雇用っていう形でね、はい、雇用が増えるからいいし、また武装をね、新しく買うっていうのは、はい、景気拡大効果に非常に貢献するんですよ。でそれが今ね、なんていうかな、明らかに安全保障を脅かすような水準まで下がっちゃってるから一石二鳥じゃないかって本当はそうなんですね、誰がどう見ても増やした方がいいと思うんですけど、防衛省自身があまりそういう姿勢が、ね、ないっていうところは、まあ、この非常にこの財務省とのなかなかこう関係性ですとか、そういうのはあります。だからやっぱりそこは、まあ、シビリアンコントロールなので、政治がそういうところはガンガン、まあ、今自民党は一応増やしてはいるんですけれども、それでもですね、やっぱり当初もっと増やそうとしてた規模よりもかなりギュッと減らされてですね、何分の1とかいう感じなんですよね。やっぱりね、防衛大臣とか総理もそうなんですけども、財務省に対してもっとガンガンと理論武装してやんないとですね、もういつの間にか負けていてですね、蓋開けてみたら、前も申し上げましたけども、消費税増税分も考慮されてないとか、もうその為替差損分も考えられてないとかですね。で、あそこにはもう人件費が半分以上入っているので、なので物を買うお金はどんどん減っているという状況で、結果減っているという現状なんですね。だからだからまあそのいわゆる、政府系の建設投資で使っているお金を、それから防衛費の方に割り振った方が、景気拡大効果の点でもいいっていうのが、まあ僕たち そうですね、1年ぐらい前にその番組に出た時に言ったんですが、はい、まあ、今でも同じことを思ってます ね。だけど、まあそれを言うと、なぜか知らないけど右左両方から攻撃を受けて、左の人は何でしたっけ、軍拡支持者、軍事権威じゃんとか言って、はいはい、批判するし、拒否するとか、右の人はなぜか、マネタリストとか新自由主義者とか言って、あれと、新自由主義者は別に、ね、防衛費拡大しろなんて言わないし、新自由主義はむしろ軍縮ですよ、そうです、まあ、リアル新自由主義はね、いわゆるその、フェデラリストみたいな人たち。かな、フェデラリストでいいんだっけ、ロンポールみたいな連中ですよね、昔 の連邦主義者みたいな人たちはそれですけど、いや今ね、その新自由主義出てきたんで、僕今さっき言いかけたのは日本型新自由主義っていうのを僕は発見してしまったんですよ、はい、新自由主義の定義がまず問題なんです、新自由主義批判やってる人って定義を明らかにしないんですよ、それはなぜかっていうと中身がスカスカで批判のための批判、あいつは悪いやつって意味でしか新自由主義って言葉を使ってないんで、でこれはもう全く話にならないんですけど、新自由主義の明確な定義をした人は、マルクス主義地理学者のデビッド・ハーベイ、はい、これが噂のショックドクトリンの元になる本ですよね、その名もその通り、新自由主義っていう本を書いたんですよ、でそこを、パクってジャーナリスティックに書いたのがショックドクトリンで、要はナオメ・クラインの師匠みたいな感じですよ。でデビッド・ハーベイの定義ってすごく簡単で、これマイケル・ムーアなんかが使ってるのと全く同じなんですけど、新自由主義っていうのはマイケル・ムーアってあれ映画監督、あれがキャピタリズムとか映画作ってるじゃないですか、彼らが批判してるキャピタリズムのあるものはいわゆる新自由主義で、でそれはどんなものかというと、国家による市場への介入なんですよ。これ笑っちゃうんですけど、新自由主義なの。国家による市場への介入なの、ね、どう介入するかというと、大企業とかね、その政治家が結びついてる大企業とかに有利になるように、その大企業には税制優遇したりとか、ね、補助金つけたりとか、そいつらに有利になるようなルールやったりして、で大企業は競争しなくてお金がいくらでも儲かるような仕組みを作る。なるほど。で人々は搾取されるような仕組みにする。だからその市場への政府の介入を完全否定する、その市場原理主義みたいなのは、実はそのいわゆるアメリカ的な新自由主義とは対極にあるんだと。だ市場原理主義だと全員平等に競争するってことになるので、新自由主義者たちがやろうとしていることと違うじゃないですか。でも一応そのアメリカ型新自由主義はかなり巧妙で、その市場をねもうオープンにすると、ね、で規制を緩和するっていう美名のもと、実は大企業に有利なルールを作っているんだっていうのは彼らの論調なんですよ。なるほどね。で日本型新自由主義って何かというと、例えば防災工事、
まあ、もしくは国土強靭化の美名のもとね、いや私は国土強靭化やった方がいいと思ってるんですけどね、でもそういうのを口実にして、はいはい、ね、特定の政治家、まあ、どことは言いませんよ和歌山県とか、ね、特定の政治家が不要不急のもうすごいこう道路作るわけでバイパスを、でもその建設、ね、リソースが今こんなに逼迫してる時に急いでやる工事なのみたいな思うでしょ、やるんです、うん、それは何でかというとそこで仕事をする、まあ、大手ゼネコン、大体東京とか大阪の大手ゼネコンですよと、まあ、その特定の政治家に何かの関係があったりする、いわゆるまあ古い自民党の土建政治、これ実は日本型新自由主義なんですよね、彼らに有利なように入札のルールを作ったりとか、はい、まあ、談合目作ったりとか、まあ、そういう、まあ、彼らにしかできないような大きい工事を発注する、だってもうそんな、ね、巨大バイパスとか橋梁工事なんてもう一部のゼネコンしかできないんですから、もう発注する瞬間に誰が受注するか決まってるわけですよ、でそれをやって、でそのために予算を持ってきて、で、まあ、そいつらに金を払うとパーケン買ってもらって自分は権力維持してっていう、そういう、まあ、あの持ちつ持たれつみたいな関係、投票にもね、あの結びつくしね、はい、だからそういう土建資本主義みたいな、それが確か僕の記憶だと戦後レジームみたいなものだと思うんだよね、はい、だけどなぜか戦後レジーム脱却を言っているような、はい、一部保守系経済評論家たちが、はい、そっちを支持してるんだよね、そうだ、日本型新自由主義を維持したいのかもしれませんね、でいろんな既得権側の見方するじゃないですか、例えば農協とかね、農協も独占企業で、であれは、まあ、ある種競争にさらされ、ある種どころか、まあ、競争にさらされてないんですよ、でもう今ちょっと そういう形ではなかなか国際的な競争を生き抜くのは厳しいので、まあ、その石炭業界に昔やってたような補助金を、はい、まあ、石炭業界の補助金やめるのと同じような今プロセスに今農業関係もなってるんですよね、で本気でそのまあ農業だけで稼いでる人にとってはまあ農協は邪魔でしょうがないみたいな話をよく聞きますし、で実際農民ですとかやってる人は大体なんか収入の8割方県庁で勤めてたりとか年金もらってたりとかする人が多くて、でそいつらが米を守ってるんだとか言うんですけど、いやちょっと待ってと、あのもうちょっと上手に作ってる人いるから土地貸したりとかして作ってもらったらどうですかとか言うと、そのまあいわゆる個別保証とかで金もらえるからそのね、休耕地みたいにしてそのまま掘ってたりとかする人とかいるわけじゃないですか、うん、だからそういうのもやっぱ問題ですよね、これもだから一つ あの既得権者に対するこう利益誘導の仕組みで日本型新自由主義と言えなくもないんですよね、そうね、はい、だからその日本型し、新自由主義をどうにか変えなければいけないっていうのが、はい、戦後レジームの脱却、まあ、脱却なのかもしれないですよね、格好付きの、はい、でもあのそれを、言っている人たちは逆に僕から見ると日本型新自由主義を推し進めてるような、はい、そうなんです、だからアメリカとね、あの出方がちょっと違うのはアメリカはより自由に公正にするって言って、その、まあ、むしろ不公正で大企業優先のルール作っちゃうんです、日本はそういうね、なんかでも市場原理主義なんかダメなんです、伝統文化守りましょうって言って、でその大企業とかに有利なルール作るわけですよ、既得権者に有利なルール作るわけですよ、だからあの私いつも中小企業の経営者の皆さんの講演会とかで言わせてもらうんですけど、はい、そのまあ、中小企業を、ね、優遇しろっていうのもおかしな話だと、ただせめて、ね、平等に競争できるようにしてくれと、大企業優遇おかしいでしょと、大企業税金払ってないですからね、あの住友化学なんかあのそうですけど、あの米倉さんとかね、ナフサの優遇税制、租税特別措置なんてあのとんでもないですよ、ガソリンスタンドが普通に中小企業払ってる税金払わないんですから、あいつら、はい、それが産業支えてるんだとか言うんですけど、いやそんな産業支えるほどね重大な産業だったら税金十分払えるでしょうと、ね、うん、税金払ってください普通にって、だけど そういった形でね、あの日本を支えてくれてね、はい、ことも重要じゃないですかね、重要なのかと思うんですよ、だからああいう租税特別措置を全部やめてその代わり法人税も下げると、もう中小企業も大企業も一律にってやればこう平等に競争できて、 で、ね、割と後ろからこう追われてるってなると大企業も頑張るわけですよ、それを安泰の仕組みにしちゃったらもうそこがもう既得権みたいになっちゃって腐ってくるわけですよね、はい、なるほどね、はい、だからまあ民営化した途端にほらあのなんか高速道路も急にサービス良くなったみたいな話ありますけど、いい意味でその民営化っていうのはこう使えるツールなんですよ、ただ何でもかんでもやれってのはやりすぎですよ、例えばエネルギー産業なんかはある程度秩序だった競争するようなルール作ればいいし、実際それは松永安大門先生が僕が作ったんですよ、でそれを国が補助金付けにしてちょっと壊しちゃったわけだから元に戻しちゃいいわけですよ、そういう先人たちの知恵にやっぱもうちょっとね謙虚に学ばなきゃいけないですよね、そうだからそれは、まあ、あの片岡さんともあのやった回でね、やはりこう市場をまあ重視はするんだけども市場は完璧じゃないし、いろんな社会とか政府の介入で、はい、市場をデザインしていくのが重要であると、はいはい、そういうのはもう昔からみんなあのアダム・スミス以来ずっとやっていて、はいはい、そういった発想のもとにあるんで、はい、もう僕たちはなんか市場中心のね、はい、なんかアナーキストみたいな存在じゃ、ま、全くないんだけど、そうであると
リューレ派新自由主義であると、アナーキスト的な。リューレ派志願してる人がむしろ日本型新自由主義の擁護者であるケースの方が多いですよね。多いね。はい、だからその競争とかその市場っていうといきなりアレルギー反応してそんなんいけないんだって言って、じゃあ何するかっていうと既得権者に有利なルールを守ろうと、秩序を守ろうとしてるだけっていう。結果的にはね、本人たちはどう純粋に考えてるか分かんないですよ。ただ頭が足りないだけかもしれないし、本気でそう考えてやったら結果的に悪かったみたいなね。まあそれが国益だとね、はい、日本のためにコミンテルの味方してた人もいますから分かんないですけど、でも結果を見てみると、それって既得権者を守って日本のね、そのイノベーションとか中小企業でね、本当にもう、もうリスク背負って新しいそのものを作ろうと思って頑張ってる人とかに対して後足で砂かけるような真似してるようなね。だそこはやっぱりね、競争を望んでる人もいるので、その、まあ、市場 の, その、まあ、働きっていうものをある程度利用するぐらいの、ね、感じじゃないといけないんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そうね。まあ、だから経済をイデオロギーで語ってはいけないという結論になるんじゃないかというふうに思うんですが、まあそうですね、はい、まあ、そう、少なくとも あまり頑固に公共事業中心ばっかをやってももう現実的に通用しなくなってきてると思うんですよ ね、はい、だからまあ、理論的に、まあ、いろんな対立ね、はい、まあ、未解決問題いっぱいあるんだけど、はい、まあ、現実に役立つものをともかくやると、はい、それが今一番重要な点ですよね、はい、でそういう点ではもう公共事業一本やりっていうのはどこを見ているのかなと、はい、少し反省してほしいなと思いますね、はい、ということでいいまとめになったと思います、これにて終了したいと思いますありがとうございました。ありがとうございます。